バナナ食べてきました。今日はちょっと少なめにしようかなと思うんですよね。ドラクエウォークもちょっとやってきたし、ちょっとあの今からとか夜ちょっとゼルダの方も行きますし、ちょっとだけで行こうかなとは思ってるんですけど、どうなるかなっていう状況ですけど、来てるかなあの人たち。8日目です。続いてるよ。若干てか結構お腹はへっこんだ。ただめっちゃ首の筋がおかしいのは、俺の姿勢が悪いんか、昨日のツイストじゃねえ、なんて言うんだっけ、あれがあれなんか、ストレッチをしてないのがあれなんか。お、先に一言なんてあったっけ、今までも。称号をもらえるの知ってるよな、知ってることばっかやな。走れる森の美女っていうことですけど、眠れる森じゃないっていうところなんでしょうけど、さて、まだ、そっか、マスター、そうなん、支配されたまんまない、あの人たち。受ける、そこら辺ちょっと読み飛ばしてましたけど、長いね、今回のエリア。てか、6がちっちゃかったのはなんでないの、しかも簡単なやったんって。そこら辺がすごい不思議なこともありますし、何よりもまずは僕は未回収のところをちょっと行きたいなって思ってるんですよ。あ、右から始まってんのね。右から始まってるとなんか近く感じましたけど、いや、まずは、あ、光ってる、違う光り方してる、これ、あ、6個持ってる、肩にプッシュ、肩こりに効くね。これがあるとスムージーを作らなくていいのかっていうのはあんまりやったことないです。まずちょっと防御力上げてみようかな。今回は2発でやられる、2発ぐらいかでやられる敵もいたし、ちょっとやってみましょうかね。スキルゲットかな。お、嫌だ、やりたくはない、ただ攻撃力ある。英雄ついに3に来たか。範囲3って書いて、あ、範囲の見方初めて見た俺。3って点点点で表示されてるのかっこよくない？あ、かっこいい。これ範囲5。万歳スクワット5や。これはベントオーバー。これも膝が痛いか？ちょっと待って。これも範囲3なんやな。ちょっと待って。やること多いな。今日は、とりあえず今ラインなりそうやったけど危ないで。ちょっと待って。まずは。連続行動の確率アップデートで、バトルでたまに連続行動で、お、それすごいやん。そういうのを先にやります、今日は。それすごいね。そういうの、新しいことが、いつも結構さ、増えてってるんですよ。動きとか、スキルだけじゃない、何かが。で、なんですけど、連続攻撃は一回も、確率アップって言われてるけど、一回もされたことは、したことはないんやけどね。これ習得してるんで、これがスキルスロット追加。あ、これもいいね。スキルが1個多く、こういうのいいね。あと1のやつ、1のやつっていうのはないんで置いときましょう。はい、そういう感じで進めていきたいと思いますけど、次ワールドを選ぶで6がね 27% でクリアしてないに等しくなっちゃってるんで、ちょっといい。コースなんで4つも残ってる？なんか短いなと思って、あ、ここか。ここ行ってないわ、確かに。全然やってないんかな、俺。いつオープンした、あそこ。これ全部とりあえずやってみましょう。
腕の力が足りないときは体にリング砲を近づけて押し込もう。ナイス。体から離れた位置で押し込むと負荷が上がるよ。いい感じ。これベリタさんに笑われたやつやんの。脇の下で何かを挟み込むイメージで。お尻を突き出した状態で行おう。あそこちっちゃかったよ。レディーゴっていうけど、これが一番ミニゲーム一番難しい。それでは失礼します。Thank you.
走ろう。器具を選んで攻撃だ。万歳腰振り。なるべく大きく腰を振ろう。腕を上げるときに腰が反らないように。あと20回。はい、あと10回。あと5回。パーフェクト。敵がふらついた。チャンスだよ。ラッシュ万歳腰振り。しっかり動いて脂肪を燃焼させよう。選ぼう。ぐるぐるアーム。なるべく大きくリングコンを回そう。回して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 、しっかり腕を伸ばして回そう。回して回して回して、あと半分。回して、あと10回。回して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 、あと5回。回して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 、最高だったよ。しっかり水分も取りなよ。アームツイスト。なるべくしっかり両腕をひねろう。1、2、1、2、1、2、1、2、1、はい、お尻にも力を込めてやってみよう。1、あと半分。あと20回。1、はい、1、2、1、2、あと10回。はい、1、あと5回。1、2、完璧だね。腹筋ガード。押し込むとき足は軽く曲げて。疲れてきたかな。頑張れ。もも上げ上げ。なるべく元気よくしっかり動こう。左右左右左右左。最高のバトルだったよ。腰を下げて伸ばして、ビクトリー。まあ、うん、さあ行くよ。敵の色にも注目してスキルを選ぼう。なるべく大きく腰を振ろう。
あと10点。あと5回。1。パーフェクト。敵がふらついた。チャンスだよ。ラッシュ万歳腰振り。しっかり動いて脂肪を燃焼させよう。押し込み続けよう。スキルを選んで英雄2のポーズ。ゆっくりひねろう。リングコーンを持つ方の手首が曲がらないように。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくりひねろう。ゆっくり戻そう。腰を落とした状態をしっかりキープしよう。最高だったよ。腹筋ガード。息を吐きながらお腹に力を入れて。疲れてきたかな。頑張れ。ねじり体側のポーズ。ゆっくり左へひねろう。いやー、お疲れ様。水分取ろうね。腰を下げて伸ばして。ビクトリー。まあ、うん、よし、走ろう。スキルを選んで英雄2のポーズ。ゆっくりひねろう。ゆっくり戻そう。鎖骨を左右に開くイメージで行おう。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくりひねろう。二の腕を外へ回すときは胸を広げる意識で。最高だったよ。腹筋ガード。しっかりと押し込み続けよう。さあ、スキルを選ぼう。アームツイスト。
ぐるぐるアーム。なるべく大きくリングコーンを回そう。回して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 。二の腕をすっきりさせたい人におすすめ。回して回してあと半分。回してあと10回。回して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 あと5回。回して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 完璧だね。しっかり水分も取りなよ。なるべく元気よくしっかり動こう。汗が輝いてたよ。ビューティフル。腰を下げて伸ばして、ビクトリー。まあ、you